はい、どうも。でね、なんて書いてあるんか、人のマネーステージってことなんすわ。んで、まあ、左の縦に明度、在、まあ、在度、誘度っていうことですよ。まあ、どまずしい方、すいません、こんなこと言ってね。どまずしい方は、まあ、略してドマさんって言ってるんですけど、で、まあ、その次が金欠、なんかいつもお金ないって言ってる人ですよ。金欠みたいな話の種って何が始まるかって言ったら金欠でとか、なんかあったら金欠でみたいな、何もできないみたいな話とか、消しゴムを買えないくらい金欠とか、そう、結構それでも話のネタになるんですよ。古い人もそうなると人はなんかすごい苦しみにあったこととか大変なことしか話題にすることがないとかね。で、契約系は、まあ、契約者に系って意味なんですけど、まあいい、そういう契約系で、正社員系、専員系で、管理職系って書いてます。明度で言うとね、ドマさんは暗いね、もしかするとお家の電気も暗いかもね。金欠の人はね、なぜかね、ある時はあるみたいな。ある時はあるっていうのは、なんかその金欠そうに見えるんだけど、たまになんか高そうなコンビニ弁当食べてるみたいな。そんななんかお肉業者持ってるの、周りになんかそんなことやってる。でね、契約系っていうその墓地っていうのは、明るさで言うとね、明るい度で言うと、なんていうか、そのやっぱその生活の生計観念があるから、生活の観念がちょこちょこっと使ってる。もちろんその自分の食費とか家賃を自分で払うんやろうけど、例えばなんかメガネってどうなんですかって言って、ちょっと待っとくとメガネが凍ってきてるみたいな新しいフレームになってる。そういう正社員系は白色っていうのは、明るさで言うとね、結構その堂々としてるところがあって、堂々としてるって偉そうにしてるんじゃなくて、社会的にこう通る何か、通るって社会性っていうのかな、まあ紳士淑女だったりします。だからまあこう人に言う時にもそんなに、なんていうの、その暴力沙汰にならないっていうか、会社名背負っとるっすからね、なんかあったら会社クビになるじゃないですか、交通違反でも。なんか一応正社員っていうのは、正員系っていうのは世の中で一つの効力、効力っていうのはその抵抗力の効じゃなくて、その感じだっけ、上がる力っていうか高い力、正社員んで、管理系は余り系っていうのはそのバーって車しとってもちょっと止めてね、ちょっと腹減ったと、なんかおにぎり 2,3 個とコーヒーの甘いの買って、なんかすぐ出て行って昼の3時頃でブワー走ってると車そんなそれとか、仕事場で なんか知らんけど、その管理系がその自分のデスクの上でカフェラテ置いてるみたいなそういうやつ。んで在系、在度で言うとドマさんはね、やっぱその乏しいので、テレビとスマホがあればいいかなと。テレビとスマホがあればドマさんはまあ生きていけるみたいな、電気来てるって感じで、金欠系は稀にあるっていうのは在がどこ子供と親戚とかにお年玉かどうか分からんけど、たまにおもちゃとか買ってやってるみたいな、おいっ子とかめいっ子におじさんおばさんがもらったみたいな、そういうやつで、契約系っていうのは生活主体であって、その財産なんて欲しいだろうけど、まあ考えないようにしとこうみたいな、そういったやつ。全員系は支出と収入でね、結構考えるんで、まあ車のローンとか、もしくは家のローンとか、ちょっと調べたりしてな
新しい車買えないかなとか、なんかそういう話してる人たちです。で、関係、管理職権は、なんかその、収入支出のことはなんか、まあ、奥さんがよくやってれば別に当たらなくていいんやろうけど、なんかね、小遣いが少ないことをよう言う。なんか、全然足らないんだよ、みたいな。なんかその、店長の席に座ってるのに、全然あの、昼飯も買う感ないんだって言いながら、結構美味しそうなの食べてた。それでね、遊び時計、言う時計で言ったら、ノマさんはね、遊ぶことがね、ないと。テレビで面白いやったら笑ってるくらいで。うん、で、貧血系は遊びって言ったら、チョコレートか、多分、ポッキーを買ってる。ああ、わかりました、その意味。で、ケア系はね、なんかパパもね、食パンの他に菓子パン凍ってるとか。で、正社員系は、家でね、ご飯をね、おかわりしてる。おかずもあるみたいな。で、管理職系は、関係はね、なんかその、ここに入ってると思ったら、後ろの方向いて、なんか、酒ビール、土日とか、金曜の夜とか、げっそり。え、こんなに一人飲むのかなと、店さん焦るくらい、そういうのと思う。これがこれの人間観察力。でも、これでね、ノーマ金欠系が欠員関係でね、ないです。ないっていうのは、そういうね、顧客の取り込み方は一応ない。ないっていうのは、実はノーマさんにも来てほしいし、金欠の人にも来てほしいからです。そういう、お客さんの区分けはない。っていう面白い話から。まあ、人の真似ステージ。まあ、あんまりこう文学的意識を込めると、まあ、トマさんだとね、明日の明かりも欲しくても、てんてんてんみたいな。金欠系だと、今日ひとときの飴玉一個に乾杯、みたいな。ケア系だと、パン3個も食べたら太りそうとかね。繊維系だったら、おかずにもうちょっとサラダが欲しいとか。関係だったらつまみも買えずお金がないみたいな。はい、そういうことです。